やばい、ほんとおしっこ出そうで体プル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 ってなった今。プルプル。え、これ今出したら超気持ちいいだろうな。まつり先輩とか一緒にやってくんないかな。一緒にさ、いっぱいさ、お水飲みながらさ、遊んでおしゃべりしてさ、最後は、もうおむつ履いて、構わず、ちょろちょろって出して、はーんって、ダメかな。まつり先輩が OK 出す前にマネージャーからストップかかるな、これ。今出したら絶対気持ちいいんだけどな。まつり先輩はいいよって言いそう。マネージャーに聞いてみよう。やっていいか、おむつ履いて。おむつ履いて、堂々と漏らす配信していいか。ちょっとトイレ行ってくるね、ちょっと。行ってきまーす。ふぅ。あ、死ぬかと思った。なんか、さ、トイレさ、めっちゃ、この時遅いな、うんこが、やめてください。ずーっと我慢してたからさ、2時間我慢してさ、出した瞬間さ、もう船長走って足踏みしながらさ、座ったんだけどさ、出した瞬間ね、なんか奥歯の奥がね、すごいね、なんか浮くようなね、感覚があったね。そんなレポートいらないって話だよね。はい、分かってまーす。ふぅ、いや、全然気持ちよかった。なんかやっぱそれをね、してやっぱ思ったけどね、やっぱあれだね、やりたいね。何ですか、出す配信。すっきりおむつ配信したいな。ちょっと、あれ、なんかスパチャ固まってる、これ。壊れてるぞ。一応アイドルやぞ。アイドルもね、もう多種多様ですからね。多種多様。やめなさい。え、でも別にさ、あれだよ。いつ出したかわかんないからね。うん。ちょっと待ってくださいね。まあ見せるわけじゃないからさ、出したと見せかけて出してない可能性もある。でもそれちょっと夢が壊れるね。出したと思ったのに出てないかったら。やめなさい、走ったない。はーい、やめまーす。冗談ですよ、冗談。